はいどうもこんにちは、クレイです。ということで今回はベストナインのタイトルホルダー第3弾追加ガチャ会やっていきたいなと思います。はい、ということでございまして、昨日からね登場になっているこちら第3弾なんですけれども、まだですね昨日の動画見てないよという方はぜひそちらの動画から見ていただいて、この動画戻っていただけると嬉しいなと思います。いや昨日はですねもうサムネとかタイトルにある通り本当に神がかってまして、めちゃめちゃいい引きをできたんですが、まあとはいえベストナインタイトルホルダー今回本当にたくさんの選手が出ているので、まだまだ欲しい選手がねたくさんいるので今回追加ガチャの方やっていきたいなと思います。ということで、今の所持状況こんな感じなんですけれども、昨日回したガチャ数が100連だったんですよ。100連の中で7枚というね、鬼引きでございました。これ多分過去のベストナインタイトルホルダーのガチャ動画の中でも最初の一発目の動画で7枚って多分引いたことない気がするんですよね。まあそれだけすごい引きがね昨日はできたんですけども、ただこれでもまだ10人が未所持っていうね、平選手かぶってるんで、持ってる選手が6選手で、今回16選手出てるんで10人未所持っていう、状況なんで、まあ普通の段と比べたらねまだまだコンプリートに向けては遠い状況になっているという感じです。でまあ第3弾に関してはね正直そんなに全選手揃えたいなって感じはないんですけど、その中でも絶対やっぱりね佐野選手だけは、取らないといけないところになりますので、まあここはね、絶対狙っていこうかなと。まあここ最優先ですね。まあ今日この動画で佐野選手、取りたいなと思っております。はい。でまあちなみに多分被ってない選手に関してはあんまりミキサーかけたくないので、まあ、あとセレクトミキサーまで行くには、平選手を含む6選手必要なんで、あと5人か5人必要って感じですね。なんでまあ今回5選手ベストナインタイトルホルダー、ミキサーかけてもいいかなって選手が取れるまでか、まあ、佐野選手蹴るかどっちかぐらいまでは行くつもりでいます。はい、この動画でできる限り。さあまあ昨日のいい流れでね、今日も行きたいと思います。一応とりあえずまた同じように100連分ぐらいはエナジー用意してきました。ただ、展開次第ではって感じですね。いやーでもねちょっと昨日引きが良すぎたんで今日ちょっと怖いな逆に、うんってところある。さあ行きましょう。今日の10連目合計110連目。来ないか。まあちょっと今日、おお相澤選手いきなり A からの B、ガチャ回す数も多分多くなるんで、早送りとかのカットも入れていきたいなとは思っているんですが、あ清宮選手の A いいね。福田選手の A まだす。清宮選手の A ランクね僕個人的になんか全然縁がなくて、 S ランクもまず縁ないんですけど全然持ってないんですよね。なんでここは普通に嬉しいなと思います。さあ投資くん、おっ来た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 、投資くんレッツゴーからの白文字、これ確定演出です。さあなんか最近やたらいろいろね、なんかオール A ランクエースが来たらまた S ランクが出るとか、なんか無エースだったり S ランクが出るとかいろいろ言われてるところでありますが、これは確定だね。はい、ありがとうございます。 OK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 。 さあどこで来る。幸先いいね。20連目で出てくれるのもありがたい。いやあ、思い出される過去の記憶、思い出される西川春樹事件。何年前だっけあれ。2年前かな。当時も確かタイトルホルダーで出てた西川春樹選手が、何枚でしたっけ。3枚だか4枚だか、いやもっとか5枚ぐらい当たったのかな。なんかそんな年もありましたが、それを彷彿とさせるような、今日一発目の S ランク西川選手でしたと。ありがとうございます。 OK。 まあでもこれでだからまあミキサーに向けてはあと4人かっていう感じになりました。さあ、あー連チャンないか。調子くんレッツゴーインス3連チャン来てるね。いやでもこれさ、それこそここで緑止まりで、あーここ炎ないか。ここ炎あったらなんかオール A ランク演出みたいなところらしいっすよ。いわゆるコメント欄に昨日あった。さあいや来ないか。でちなみにちょっとね、あの第2弾の話をしたいと思うんですけど、ちょっと引っ越しとかもろもろバタバタしてまして、ちょっと皆さんにね伝えてないことがあるんですけど、第2弾ね累計こんな引きでした。はい、契約書で高橋選手が被りました。でその、まあ、高橋選手とかも使って、セレクトミキサーをしまして、千賀選手をね、獲得したっていう感じです。おーちょっと待って、またあーさすがにないか。そうなんで、まあ、千賀選手に関しては、近々また使う動画出そうかなと思っております。さあ、あれでもこれあれなんじゃないっけ。これはあ、これオール円ランクエースな。これでにっこりしたらマジでワンチャン。あれしないやん。あのまあ無演出で S ランクとかっていうのも冷静に考えたら、そもそも単発でその演出めっちゃ見てるやんって話なんですよね。うん、だからまあ裏演出ってまあ一応なんかその演出が来た後に内部で確率が上がってるとかっていう可能性はゼロではないんですけど、まあ、100% 確定っていうのはもう今出てる情報以外はもうないと思っていいんじゃないのかなとは思ってますけどね、個人的には。うん、ということで、何連目だっけ、もう忘れちゃった。50連目ぐらいかな。はい、いやー止まったな。ちょっと西川さんが出て止まったな。はいドン。はい60連目、合計160連目。おー虹来た、虹来た。流れ星、流れ星からの調子くん絶好調。さあ
はい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 、来たよ。これ2枚引きあるんじゃない？これ2枚引きあるね。2枚引きあるね。ある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 。すごい、なかなかないよこんな。ほぼオールエンスでしょ。文字以外は完璧。これで佐野選手行きたいな。2枚、2枚引こう。まず2枚目。いやーもうマジなんでこんな被るの。いやー16人いるんだけどな。しかも未勝利の方がまだ多いんだけどな。これでも森下選手そんなにっこりしてますけど被ってんすよ。うん、そんな爽やかな笑顔で出てこないでよ。はい、まあいいや。さあということで、2枚引き。2枚いった。いやっこんなことある？そんな、なんか心なしかなんかまたさらに爽やかになって出てきた気がするんだけど。いや怒るに怒れないんだよなこの笑顔。うん、まあすごい引きだったからいいでしょ。動画的には100点、動画的には100点の引きをしたわ。 OK。 はい、ということで、まあ一応あとミキサーまでは3人かなって感じですね。森下選手でも極めたいな。森下選手の極みは多分作ってないので、まあ、せっかくなんで作りたいですねっていう感じあります。でもまあ次のシリーズ絶対森下選手また能力上がりそうな気してるんですよね。特に変化球、うん、変わりそうな気してるんで、まあここで無理に作らなくてもいいかなっていうところはあるんですけど。さあ連チャン来い。70連目。いやー来ないか。まあでもちょっと S ランクの枚数的にはかなり、おおマジすげえ。エースないところから来た菅野さん、ありがとうございます。嬉しい。ちょっとここまでね第3弾タイトルホルダーばっか当たってたんで、このベストナイン背景が当たったのは浅村さん以来ですね。いや嬉しい。まさかちょっと今本当にまさに S ランクの枚数今回やばいですねって話を、ペースがすごいって話をしようとしていたところに菅野さん来てくれた。やば、ありがとうございます。これはもう速攻育成しましょう。いやでもねセレクションからの継承悩むんだよな。2体持ちしてもいいけどな。2体持ちするか、まあでもそれか次のシリーズで菅野さんまた能力上がることにかけるかっていう感じですね。さあということでこれが80連目かな。そう、また調子くんレッツゴー。ああ金か。だからこれで今日この70連の中で S ランク4枚、70で S4枚、普通にすごいぞ。幸運が続いてる。まあでもね実は本当に第2弾マジで沼ってたんで、まあその分かなって感じです。まあ、ぜひよかったらミルダムのアーカイブ多分撮ってあるんで、グロ生放送が見たい人はよかったら見てください。あの時何連したんだっけ。結構回したんだよな。多分400連ぐらいでしたね。300連だか400連ぐらいしたような気がします。あ、そんな言ってないか。300連弱ぐらいかなだった気がする。はい、ってことで90連目。はい、いやもうあと2枚、あと2枚欲しいとこではありますね。あと2枚引ければとりあえず最低限セレクトミキサーはいける。まあ佐野選手できればね本当に地引きしたいんだけどなマジで。うん、今年本当1選手しかいないから DeNA は。いやー来ない。ほい、今日なんか森がつく選手やたら来ますね。ありがとうございます。はい、ということで、これ100ですね。これが一応100連目。さあ100連で、まあでもすでに4枚出てるんでね、割とってか割とってもう全然いい。2枚出ればっていうとこなんで、普段で言うと2枚出ればまあまあっていうとこなんで悪くはない。ただここでもうあと1枚出したい。はい、いやなんかそこから沼り気がしてきてるんですけど、まあさすがにちょっと、まあ森下選手のところに落ちておけてもいいんですが、次回いきます。はい、ということで110連目ですね。110連目いきたいと思います。とりあえずあと S ランク2枚、2枚引ければまあ今日の目標最低限クリアっていうかな、かもしくは佐野選手が引けるか。うん、あとそうだ福袋っすね。福袋がそもそもなんか来るか来ないか問題っていうところが今かなり話題になっているというか、まあ、気になっている方多いかなと思うんですけど、個人的にはもうこのタイミングで来なければまあ結構厳しいのかなっていう。選択契約書付き福袋がまあ仮にもし来たとしても引く価値があるかって言われるとちょっと微妙なんだよなっていう感じですよね。もうあと1ヶ月しかグランドオールまでもないし、去年で言うとちょっと前ぐらいかな、この1週間2週間ぐらい前に多分出てたと思うんですけど、なんでまあちょっと福袋系に関してはまあ来る可能性も結構低くなったし、来たとしてもまあそこまで無理に回す必要はないのかなっていうところが個人的な。おお、森下選手の A まで来た。見解ではありますといった感じですね。ということでエナジーなくなったんで、魔法を使っていきます。はい、ということでね、魔法を使ってきたんですけど、右上のエナジー数ご覧ください。777。これは引けるだろう。別に俺パチンコとか全然やらないんですけど、777は引
くしかないでしょう。これは引くしかねえのでお願いします。777で引いたガチャだよ。ラッキーセブン、トリプルセブン。来年から背番号7、佐野啓太。つながった、佐野啓太選手を引く、この10連。はい、とりあえずこの追加残り20連。いやもうちょっと止まっちゃったな、完全に止まっちゃった。 S3 出そう、あと2枚出せばいい、あと2枚でも、あとあれですね、累計も一応あるから、まあ、とりあえず1枚でいいかな。1枚出そうか、1枚出して今回終わろうかな。で今日多分今日か明日ぐらいに生放送でね、ちょっとタワーの方やろうと思ってるんで、よかったら生放送もチャンネル登録、通知登録して、チェックしていただければ嬉しいです。いやタワーはね結構累計しんどいというか、割となんかこうやることが多いので、まあ、ちょっとめんどくさいっちゃめんどくさいんですけど、まあ、生放送やりながらゆるっとねやりたいなと思うんで、まあ、ぜひね一緒にやりましょう。ということでさあ S ランクあと1枚出たら終わる。来ない、ここで出なかったらまた魔法を使わないといけない。はいはい、ということで、またエナジーの方増やしてきました。今度は10エナジー増えちゃったんで787になっちゃいましたね。うん、パチンコ的にはあんまり良くないんじゃないでしょうか。さあ、もうあと1枚、あと1枚だよ、あと1枚引こう。あーやばい、なんかでもこのあと1枚って言ってからが長いんだよな毎回本当に。あーやべえな、待って、本当にやばい流れな気がしてたぞ。ここまでもう S ランクかなり出たから、お前もうお腹いっぱいやろうぐらいのなんかあれを感じるよ。待って、あれ何年連続で出てない今、割と沼ってきてない、70ぐらい出てないんじゃない、60、70ぐらい今多分連続で出てないのでは。菅野さん引いてから出てないからね。うわー、やっぱこういうことなんですよね、結局収束する。うん、どんだけ良くても結局収束するっていう。さあお願い、やいよ、調子のやつを白。いやー、なんで今日はこうなんだ。いや、いけるいけるいける、大丈夫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 。あーなんかさっきからこればっかりだな。ほんでにっこり、はい、ということで、またエナジーが増えました。良い子の皆さんは真似しないようにいきましょう。もう何連目か分かりません、もう右上のカウントを見てください。はい、お願いします。さあもうあと1枚出ればいいんだよ、あと1枚、本当にあと1枚でいいから、あと1お願い。ちょっと待って、マジで怖くなってきた。うわー、サノスの A は出る、なんで S をくれ S を。いける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 い。はい、ということでまたちょっとエナジーの方が増えました。いやちょっと待って、マジでヤバくね、本当に今何点出てない、130ぐらい出てない、多分もう動画撮影時間も25分を経とうとしてる。いやちょっと待って、マジでどうしよう、本当になんか出るビジョンが見えなくなってきた、どうしよう。いやもうあれですね、無心でいこう、一回無心になろう。 S ランク出なくていいわ、出なくていい出なくていい、うんうん、その S でいい、まあもう俺も S でいいな、うん、出なくていい出なくていい出なくていい、もう飛ぶな飛ぶな飛ぶな、もう飛ばなくていいよ、うん、あー飛んじゃった、あーもうダメだ。待って、これでマジで出なかったら、最初にだってそもそも100連分で3万円入れてるでしょ、プラス、あっ、あー来たー、よっしゃーよっしゃー、やっと来たー、オッケー、ありがとうございます、やっと終われる終われる、これでちょ、もう何連回したかもう右上で見て、もう俺も覚えてない。いやもうやばすぎ、本当に長い戦いだったこれ。さあ、なんかこれで、あれ？こんだけ苦労して一番リアクションに困る演出からの1枚目のかぶり、勘弁していただきたい。ありがとうございました。